おはようございます。あ、オッケーです。じゃあ始めましょう。バーチャファイター 3TV、ランダム2オン2始めたいと思います。ウェイ、はい、いろいろありました。いろいろあって、9時スタートとなりました。今日は、今日9時スタートですよ。本当に9時スタートなんですよ。じゃあ、手前側が、シンゴとシンゴとみーちゃん、シンゴとみーちゃんになってます。シンゴは今日お山スタート、みーちゃんはリカちゃんとということで、ランダム2オン2、まあ一応ランダムなんですけども、やっぱ弱いやつ、弱い人は弱い人同士で当たったりとか強い人同士で当たったりとか、組んだりしないように、一応ちょっと強い人と、まあムーミン勢と、当たるようになってます。さあそして、シンゴとみーちゃん。さあシンゴは何気にランキング上位の方なんですけども、先月までやったランキングバトル、シンゴは結構上位の方です。で、おなんですけど、おっとこれで1-1。さあ、それで、2オン2です。2オン2勝ち抜き戦です。早稲田式ではございません。そんな感じになっております。池田美濃が、例によってキャトルミューティレーションされました。さあ先中剣2GK と、ダウン出していく。さあみーちゃんネックブリーか下段追い打ち、さあと大きい蹴り刺さってみーちゃんリーチ。さあシンゴの後で、シンゴの後ろに控えているのが大山スタート。これはみーちゃんジャッキーの対決になると。さあ下段、さあ、ニーストー決まって、さあ大山スターが出てくると。さあみーちゃん先にスタートボタンを押してください。みーちゃんが先にスタートボタン、勝った方がスタートボタンを押すと、負けた側にステージ選択権が移りますと。好きなところを選んでください。さあ大山スターは地下鉄を選択。ファイト1レディーゴー。さあ一応2大進行でやってます。一応2大進行でやってるランダム2オン2。さあ初の試み、まあ次回、2週間後、ストリートファイターカーニバルにも、採用されてるこの2オン2ルール、ちょっと今回は試しにやってみたという感じですけど。さあまず大山さんが、一本選手。さあ PP したけ、シャガパンから2ストライク決めてくるのはみーちゃん。さあ肘けショーダウン PPPPPP、 おっやる、みーちゃん取り返す。さあ1-1、肘投げ取らない。さあ PP 肘TGK とこれが強い。さあジャッキー P 打ち合い、おっディレイからの下段。さあ大山さんリーチ。さあ各案返していく。おっいいぞみーちゃん、肘下段ニースト、大山さんのニースト刺さる。おお下段下段、おい親御さん、さあ、2走、決まってく。いや、みーちゃんやれるぞ、これ。さあ、悪くない、読みは悪くない。さあ、ひじけ、よし、ダメージ奪ってこう。落ち着け、みーちゃん、やれるよ、あるよ、みーちゃん。おっ、あー、ビービー。さあ、親御さん、やるし。いい。そして、みーちゃん、出てくるのが。みーちゃんの後に出てくるのがリカちゃんと。いやー惜しいな、みーちゃん。さあリカちゃんはリカちゃんは地下鉄か、地下鉄だ。
レディーゴー。さあこのねさあリカちゃん、このジャッキーウルフっていうのは割とこう、うわきちだ。さあ投げを通していく、スタイナー決めていく。あさあ起き上がり間に合わない。さあ1本目は小山さん、ジャイアント抜けてます。さすがです小山さん。さあ P 避け、さあさてさあ11、さあシャカパンからまさこ様、まさこ様勝利、あ、まさこ様、まさこ様パツンが勝利、じゃあそっちがゲリラ、ゲリラに勝ったまさこ様、宮内ヨネチームと LJ と強化、奥の方でお願いします。さあ22、さあマッチポイント、あ俺とです、はい、すいません、チビタの、相手は俺です、はい、さて、リカちゃんがこれどうなのチビタ、このウルフとジャッキーってどうなの、おい、いける。さあリカちゃん勝利、強くなってるからね最近リカちゃん、よくなったりしてるからね。ああじゃあチビタと俺のチームとスケルトンとナルサユイ、やめたんだ、じゃあじゃんけんして、これは、西側が八丁さんとチビタのチーム、西側がスケットンと鳴沢優衣さん、さあ対ジェフリー、まあ、ボブぐらいですかね。そう、今、八丁さんがやってるんで、ちょっと実況は僕、リカちゃんがやります。ステージ、結構珍しいステージ取ってきましたね。お膝、また炸裂するのかな。はい、1回戦は左進行でやってるんで片側の方は全然できないんで、すいません。いやー、スプラが決まってようですね。下段にカウンター取ったんで、しゃがみ投げの方ですね。うわ、さま、危ない。受けれそうだったけど、受けなかったですね。で、出てくるの
のがスケルトン。これはかなり厳しい。ファイト1、レディー、ゴー。スケルトンはステージはここでステージと技が使うとビビは危ないんで確定で決められる。レフリーとしては近づいて攻撃だとか、まあ、細かく攻めたい。ガードして2打点。時間なかなかないけど、投げが入ってればファイト2、レディーゴー。後ろ投げがね、デフリーかなり強いですよね。打ったけど影のスピードが速い。打たれるんですね、遅いだけ。ゲームオーバー。修行が足りん。出てくるのはチビタ、チビタ大スケルトン、まあ頂上対決ですね。これステージ土俵ですかね。土俵ですね。ファイト1、レディー、さあ開幕。ゴー。次からスタート。全球体がね、結構ね、距離に届くんですよね。やっ、素晴らしい。Fight two, ready, go! Ha! お確定ですね。これは確定ですけど、かなり難しい。Fight three, 見るのは。Ready, go! いやー、スケルトン困ってますね。ない。やっ、ハッピー終わりました。やっ、 Aren't you about ready to go home now? Game over! じゃあこれ一打四個ですね、やっぱりこれ。じゃあリカちゃん、みーちゃんと、チビタは俺チーム、なので喋りたい人あ、いないよ。よしよし、じゃあ俺ら2P 側、じゃあ 1P 側で。喋んない。
八丁さんのジェフリーと、ミチョさんのジャッキーと。八丁さんが出ました。組み合わせの土俵は多分ジェフリーの方が推し能力が高いんですね。なので、いいぞ。いいですね。ファイト2、レディーゴー。ジャッキーが1本通して。Ready, go! なんとか、なんとか。危ないですね、また。お兄ちゃんが、もう危ない。クソだ。もう技出すたびに全部当たります。ゲーム over! All right! ちょ、どうしたんですか？どうしたんですか？なんか全部食らってましたね。全部食らってましたね。やばいっすよ、これ。じゃあ誰もそこ見てない。はい、もっと前、はい、じゃあ解説見ようってたんで、はい、1、レディーゴー。チビタの方ですね。チビタも土俵だね。まあこれはい、チビタ土俵出ますね。さあ、完全にノーガードでしたね、俺。読みがすごい上がってて、てか、割と、うん、割と厳しかったですね、あれ。さあ、そして下段、引き。割とこれ、チビタ通用してるんじゃないか、みーちゃん。これあるよ、あるよ。さあ、下段。さあ、このね、まあ、ばあちゃん、同様ステージを選ぶのは追い込み量がやりたいからだっていうチビタのあれですけどね。さあ、そして上系、あれ抜けられるんですか？抜けれるけど、あの急方向ですもんね。さあ、チビタが2本。レディーゴー。さあ、アッパーから肘系、みーちゃんだ、ショーダウン。おっと、でも割と通用してますよね、みーちゃん。技当たってますね。わっと、下段、当たって。わっ、チビタ、頑張れ。レディーゴー。さあ、マッチポイントですね。いけ。うわーっとー、惜しかった。いや、そして出てくるのがリカちゃん。いや、でもだいぶ夢見えましたね。当たってましたね、技は。これも同票ですか？これそうですね、そうですね、リカちゃん地下鉄ですもんね。ファイト1、レディーゴー。さあ、ダイダウン、登山からのダイダウン、これ確定ですね。さあ、チビタってなんか土俵というイメージ、あの動画のせいで、闇よだれ動画のせいで土俵というイメージ強いですけど、チビタ昔、地下鉄得意、結構使ってましたよね。これで上を取っていくのがチビタ、足田がリカちゃん。さあ、シャコマからチクチクと攻めていく。おっと、エルボー決まっていって、おっ、あるぞ。さあ、取り返していく。レディーゴー。そう、投げられにくいという、よく見るとこうやってハの字を大きくやっているが、さあ、正の字になった時に投げられて、リカちゃんが取っていく。入りにくいですね。あの下段投げとかもしにくいですもんね、ハの字。さあ、足位置が変えられる。さあ、バーチャーティファイターの特徴ですと、さあ、追い詰めたのはリカちゃんぞ。あるぞ。ああ、さあ、リカちゃん勝利。決勝進出はリカちゃん、みーちゃんと。じゃあ、そして、雅子様パツンと、宮内ヨネチーム頑張ります。はい、じゃあ、ありがとう宮内さん。じゃあ
チビタ、チビタ。しゃべろ、しゃべろ。ムカつくなぁ。でも、ハチョが使えないんだよ。いや、俺の時、カードボタン聞いてなかった。俺も聞いてなかった。ハチョ勝ったの？勝った。一人倒した。やったよ。一回戦倒して。もう一人倒して。ゴムだね。まあ、これでお互い終わりも。じゃあ、これでパツンとヨネさんですね。あれ、山ちゃん負けたの？ケンティは負けてますよ。さあ、よく見る影ジャッキーの組み合わせ。マサコ様と宮内くんだから。そうですね。宮内ヨネのチームとパッツンとマサコ様。そして、パッツンが影で今、ヨネが一本選手ですね。さあ2足決まって。割とこの2人動けてるんだけど。できるよ。やっぱダルム。さあ、いっそおいさあ、ヨネが一本さあ、膝から、ピーピー膝とそんなのありますね。さあ、ニースト、お、パッツが熱い。さて、雅子様が登場と、ヨネさんが先にスタートボタン。ファイト1、レディーゴー。社長遅い。遅いとか。準決勝第2試合。はい。社長と組んだんだけど全然。ありがとうございます。お互い、1勝2敗で、マジで俺もチビタボチーム西東京ね。チーム西東京、この間あの吉野家を食いに行ったらチビタばったりと会って前からなんで吉野家で食いしたの？チビタ結構近いんですよね、あそこら辺。あ、そうなの？ビビったね。なんかヤンキーが来るよと思ったらチビタだった。ヤンキーが来る、柄の悪いやつが来る。柄の悪いやつがチビタ君だ。前がタオル来たなと思ったらあるある、はい、いや大変でした、すいませんでした、遅くなった。さあ、今、ヨネさんと、マサコ様、マサコ様、レディーゴー。一時まあ、なるべく、その魔界の人間と、ムーミンを混ぜた感じですか？ということで、ただ、ヨネ宮内っていうちょっと、魔界じゃねえかそれっていう組み合わせができたんですけど、それは強そうですね。で逆オーケーと、おすげえ。ここはまさか様リーチ。これはあれでしょ、あの早稲田式に単に順番で勝ち抜きやってる。単純に勝ち抜きです。勝ち抜きです。ただ、なるべくあのムーミン先にやろうぜっていう、そこだけは、その辺は予定調和が止まる。予定調和。さあ、サルビック、まさか様勝利。じゃあ、誰だっけ、まあ、割と蓋を開けてみたら、そのあれじゃねえかっていう、あの、魔界同士で戦って終わりじゃねえかっていう話もあるんですけど、まあそれは 2on2 ですからね。さっきのみーちゃんワンチャンチビタやりそうで、なんか倒せそうでした、素晴らしいですね。でこれは、宮内影ワンピーガー、マサコ様。じゃあ宮内チームもう後がないということですね。 2on2 でしたよね、確かね。じゃあマサコ様、この宮内を破って、まあ、これ宮内マサコ様は対勝戦ですね。片方が決勝進出。マサコさんも、はい、手前が負けてるんですね、了解了解。パッツンですね。パッツンさん負けましたか、そうですか。さあ、これは上級者としてのバトルということで、影に対しどのようにしてこの雅子様の、パイが、切り崩していけるか。解説をお願いしようとしたチビタがもういないと。もういない、さすがですね、自由ですね。自由ですね。フリーなチビタ君でございます。さあ、これはバックステップ一回よそ見る。雅子様体力をこれ以上減らしたくないところ、ワンパン、そのまま投げちゃった。やっぱり下は強いな。あっと、アンジュレーションですね、今のは、アンジュレーションのため連続技が入らなかった。ダッシュして肘、サルリック呼んだ。うまい、うまい。一歩選手、まさかさま。ファイト2、レディー
チャラさを戻すとも言わせず、これはちょっと雅子様が勝利するところを見たいところですが、しかし宮内さん言うてもね、仕上がってますからね、これは注意したいところですね。まあランキングで言うと、ムーミン谷の方ですけど、1位でしたね。さあ下段からチョキリ、肘、そのまま下段すくっていく。さあ連続技が入ったぞ。さあアンジュレーション、下側が有利とされているから冷却、冷却入る。あーダウンを打ち合いになった。サイドキック避けた。肘肘と肘肘。2-1-2大将戦、まあイーブン。さあチョンゲリ避けて、おお段回し蹴り、ライドオフ、ゲリ投げ、すかしてワンパン、エスケープ、エスケープ、下段キックガードして、イージー。早い影の通常技、どうだ、エスケープからバックステップ、うまい、やるー。さあフレーム消費からの、さあレッド技っていく、やる。ちょっとでも浮けば押せるんです、このゲーム。これはまさか仕上がっているのか。リーチタッパから肘ガードして、サイドキック、そのまま DDT。 さあ DDT、 さあケルトでワンパーから下段すかして、ハイキック、追い打ち、あるのか、あるぞ、あるのか、あるぞ、下段すくい、あーよかった、受け身が決まった。あーこれは素晴らしいですね。じゃあまさこさんはチーム勝利、決勝進出、リカちゃん、ミーちゃんと対戦ですと。はい、雅子様とパッツンが勝利と。じゃあ決勝戦ですね、ええ、じゃあバーチャファイター 3TV、ランダム 2-on-2 大会決勝戦始めたいと思います、リカちゃん、みーちゃんチーム、パッツン、雅子様チーム、じゃんけんして、じゃあちょっと取り直します。はい、あ、じゃあ枠取り直しますね、はい、いやあこれ、まあ、あれ順番は毎回固定じゃないんですよね。まあ、まあ、まあなんですけど、まあほぼあれですよ、ムーミン先に出そうぜっていう、基本ムーミン先にということで、ほぼ固定みたいなもんですけどね。はい、まああのちょっと2週間後のストリートファイターカーニバル5の、そうですね、そんな感じの前哨戦的な感じでしょうか。じゃあ雅子様チーム、まずセポーパッツンワンピー側、そしてツーピー側、リカちゃんミーちゃんチーム、みーちゃん、ジャッキー、先方、ムーミン谷同士でまずは決着をつけてくれ。とはいえ、パッツンはバーチャル勢ということでね、まあ、みーちゃん頑張ってほしいですね。まあ、みーちゃんもあの鉄拳勢なんでね、3D 格闘ゲームにはしっかり、あれがありますからね、素養がありますからね。パッツン、今日夜番らしいんですけどね。パッツン、夜番、これはパッツン間に合うんでしょうか、ですね、さっき電話してましたからね。電話してましたか、そうですか、大丈夫だと思いますけど。皆さん、高田馬場にご来店の際には、コンビニエンスストアに行く場合は、サンクスへどうか、あっちの方ですね、昔、ブックス高田馬場がある、ブックス高田馬場方面のサンクス、佐藤と反対側です。上げるとパッツンがいます、はい、なのでパッツンにサインを求めるようによろしくお願いします。レジでいきなり色紙を渡すというねテロ行為に行っていきましょう。パッツンうまい、ちゃんとあの赤い紙で接客してますよ。赤い紙で接客してますからね。さあ追い打ち、さあここはエスケープ、みーちゃん一本取ってますね。さあパッツン下段から、パッツン言うても前回のバーチャファイター1大会優勝こそできませんでしたが、かけてかなり強かったですね、はい、さあみーちゃん攻める、みーちゃん攻める、転がった、勝利、パッツン真相だからの勝利で、すごいですね、あんなの技があったんですね、繋がってるんでしょうか。さあここは上段キック、下段で作ってしっかりダメージソース奪っていく、危ねっ、奪っていく、みーちゃんが攻める、さあみーちゃんパパ肘投げてる、パッツンやるのか、膝膝いけー、パッツンビジー、まあ言うても影、みーちゃんここはちょっと気合を入れていきたいところ、おっとここはエスケープからのヘリ、おっとスライディング、下段、あーそれまずい、怖いわ、いいよいいよいいよ、よかったよかった、優しかった優しかった、パッツン影に今エルボースピンから追い打ち、下段キック、十分ですね、エルボースピン、十分ですね、十分十分、それだそれだ、おぎやりにタグをかけていきたい、兄ちゃん、兄ちゃん落ち着け、兄ちゃん落ち着いて、大丈夫だよ、起き上がって、うまい、やる、さあ取り返していく、取り返していく、ダブルリーチ、今の下段良かったですね、レッグスライサーダブルダブルレッグスライサー良かったですね。さあやーいいぞー、超ダウン、これ困った時にはエルボースピンっていうね、これない、これですね、うん、これだけで見せてるっていう、エルボースピンだけで俺は何で食ってるんだと見せつけていく、みーちゃん上段ガードして、肘返して投げ狙ったけど、みーちゃん避ける、あーエルボースピン、みーちゃん勝利、パッツン、じゃあパッツン敗れたのでサンツに行ってらっしゃいということでじゃあ大将、あ、もうちょっと残って、もうちょっと残って、はい、分かりました。じゃあリカちゃん乱入してください。さあ、まあ、リカちゃんじゃねえや、まさこ様、まさこ様、ごめんなさい、ちゃん、じ
じゃあ、まさこ様チーム、大将引きずり出されました。パッツンは、今、あれですね、電車が人身事故で遅れてるんですよね。なんで大丈夫です。この配信、上司が見せたら大変なことになります。さあ、蹴りが入った。起き上がり。さあ、これは下段キック。まさこ様、ここは、まずは絶対に負けられない試合。イーチャン戦をまず一歩接種。要求者、おそらく女性で宇宙で一番 3TV がうまいと思われるこの雅子様、最強の女性プレイヤー雅子様パイ。さあ上段キャラ追い打ち、どうだ、おお、うめえ、避けた下パン、兄ちゃんも続いてる、エスケープで様子を伺う両者付き合って、ピピー、さあ下段パンチ振っていく、ダッシュハンマーカウンター、これはダッシュハンマーで何年食ってるか知ってるのかダッシュハンマーとエルモスピンだけでいいんだ、ジャッキーのハザード。さあ、あーって、サイドフックキックは使わないで、あー、下段から、いや、途中止め、ダッシュハンマーやりたい、ダッシュハンマー、ダッシュハンマー、ダッシュハンマー、どうだ、あー、タイムは、まさこ様リーチ、今の当て身がいやらしい、まさこ様、当て身、あれ、仕込んでましたね、ダッシュハンマー、スラント、ダッシュハンマー、エルボースピント、あ、ダッシュハンマーですね、いいですね。2では使い物にならなかったダッシュハンマー、最初から結構メーカー保証がついている、ジャッキーというキャラクターになっておりますね。キャラクターランク、あーやばいやばいやばい、まさこさんはやばいですよ、ダメですよ、ダメですよ、ダッシュハンマーはダメです、食らっちゃダメです。あーディオサイドキック、 DDT 起き上がり、転がって連脚、避けて起き蹴り、ゲーダン1、ファイト4、レディーゴー。さあここはみーちゃんなんとか失念で1本取り返していく、ゲーダン蹴り、ゲーダン動かしていく、連脚連脚、エスケープ、エルボスピン、これにエルボスピンもあるんだよと、エルボスピン張っていく、エルボスピンとダッシュハンマーがあればなんとかなる、あとスラントがある、スラントスラントがあるとこの三種の神器、マガダマ、草薙の剣、ヤタの鏡バリの、ジャッキーの三種の神器となっております。あー死んだー、勝者はまさこ様。じゃあ大将戦です、リカちゃん、ね、出てこい、やっぱりクンフ足りないわね、ゲームオーバー。いや今日はあれですよ、親マスター、親マスターというかチビタとか、割と倒しているリカちゃんと、マサコさんももう ゲリラ宮内、うん、おーすごいですね、倒してますからね、素晴らしい、今日はキレキレか。じゃあ大将戦、泣いてもらっても最後の試合、3TV、最強ウルフの一角、リカちゃんついに現れる 2P がファイト1、レディーゴー。これはまあ勝って知ってる両者ということで、マザージャイス土俵だぞ、大丈夫か、亀梨追い込んでいくな、リカちゃんウルフ、下段少しでダブルアブス、アイアン抜けた、ダブルアブスブレックス抜けた、シャバからピピ返していく、殴り合い、ショートレンジ、ピザ追い打ち、ポテチリカちゃん、さあ、いい出しっぺ、自作自演あるのか、いい出しっぺ、自作自演、セットまず決めていく、追い打ち、ショートレンジ、ピザ追い打ち、三段決まって、このダメージさ、マサコ様、あー、ブレンバスターか、 SSD か、ブレンバスターだった、日本選手、あ、じゃねえや、もうリーチだ、優勝リーチ、リカちゃん、まずい、まさまさま、ゲタンパッチ止める、あー、SK秒まれてチャイス、大ダメージ、開幕から終わってしまうのか、自作自演だったのか、このランダム2を2、大丈夫か、キレてる、キレてる、攻撃の、あー、危ねえ、あー、チャイス、終わった、勝者、リカちゃん、お見事、優勝は、リカちゃん、みーちゃんチーム、優勝おめでとう。Your strength. Game over. いやー、リカちゃん選手はクソ強かったですね、クソ強かった、みーちゃんもでも良かったですね、いいジャッキーでしたね、エルボースピンに命をかけるみたいなね感じで、素晴らしい試合でした、ありがとうございました。はーい、じゃあ放送席、放送席、ヒーローインタビューです。じゃあ優勝チーム、リカちゃんとみーちゃんです、みんな拍手、ありがとうございます、お疲れ様でした、今日どうでした、試合を振り返って。いや結構あのみーちゃん選手が頼りになって、頼りになった、真面目に、よかったよかった、俺結構嫌な人がいたんですよ、はい、慎吾さんとか結構きついんで、なるほど、嫌だなと思ってたら倒してくれたり、あ、本当ですか、はい、いやーみーちゃんさすがですね、まあ鉄拳勢ですもんね、基本的にはね、まあ、でもランバと全然勝ってなかったんですけど、こういう時に勝ててよかったです、ね、あ、素晴らしい、まあ、だ勝負強いというのは、まあ、その辺は定評があるのかもしれませんね。あのどうですか、バーチャー3は最近始めたと思うんですけど、難しいですけど、難しい、まだ投げ抜けできないんで、投げ抜け頑張って投げ抜け、投げられると弱い、弱いですね、なるほど、わかりました、ただ暴れるしかないっていう、あれリカちゃん、これ投げ抜け覚えたい人に何かヒントを伝えてほしいですけど、そうですね、まずあの投げたく
自分の技で投げ角を覚えて、はい、それガードされたら例えばジャッキー相手だったら後ろ PG、はい、影も後ろ PG 連打するとか、はい、連打まず連打からでいいと思うんですよ。なるほど、はい、でたまに抜けられて、まあ、だんだんその連打のタイミングを覚えていくみたいな、あの連打じゃなくてガード投げ抜けとかいろんなテクニックがあるんですけど、はい、まあ、インターネットに載ってるんで調べてもらって、ええ、それができる前は普通にもう連打で投げ抜けとか、はい、まあ、上級者でもたまに連打してますから、なるほどね、はい、そのようにあ、まあ、投げ食らった時も連打して、ね、投げだけは食らいたくないっていう時は連打で、なるほどね、保険をかけておくみたいな感じで、はい、じゃあそれをワンセットで手癖にしておくといいかもしれませんね。そうですね、これガードされたらもう投げられるからこういうふうに抜けとこうみたいな、はい、はい、わかりました。でこれこっから先また6月、2オン2ランダム2オン2、まあ、ストリートファイターカーニバルの一環であるのと、はい、あと6月27日、はい、3オン3がガチ勢たちの熱いバトルが、ね、また、行われるということで、はい、どうかまたあのご活躍の方を期待しております。はい、いやーみーちゃん、りかちゃんチーム優勝おめでとう、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございましてですね、僕は遅刻したので今来たので状況を把握してないんですけど、ですね5月の、違う6月の5日、じゃないごめん、6月12日か、どっちだったか忘れちゃいましたけど、あ、ごめん、6月5日ですね、6月5日バーチャファイターのまた 3TV2 on 2大会、実施される予定でございます。こちらストリートファイターカーニバルという、変則ランキングバトルの、種目の一環として行われます。ランダムです。ムーミンとガチ勢が、タッグを組んで戦うという勝負になっておりますので、どうか皆様ご期待のほどよろしくお願いします。そして6月27日だったかな、日曜日、4時より、バーチャファイター 3TV の 3on3 大会が行われます。バーチャファイター 3TV を3台以上動かして、また、熱い戦いを、繰り広げていきたいなと。で実況にはですね、山岸さん呼んで、すごく盛り上がる大会にしたいと思いますので、どうか6月27日のガチ勢たちの 3on3 にご期待くださいということで、影介君とかも来るみたいなね、またお楽しみにということでね。いや、はい、山岸さんが、また、山岸さんが実況やってくれるんで、山岸さんに、お願いして、しまいました。すごい盛り上がると思うんで、よかったらぜひ遊びに来てください。はい、てなわけでございまして、バーチャファイター 3TV、実験的ではございますが、ランダム2オン2大会以上終了、ありがとうございました。じゃあよかったら野次屋遊んで帰ってください、ありがとうございました。